直越港は新潟県上越市にある港湾。港湾管理者は新潟県。港湾法上の重要港湾、高速法上の特定港に指定されているほか、日本海側拠点港の内液化天然ガス部門の拠点港として新潟港と共に指定されている。空から見た直越港。左から順に荒浜埠頭、東埠頭、中央埠頭、西埠頭。 関川河口に開設された。古くから重要な港湾として栄えており、最近までは北海道、佐渡島、九州への重要航路の拠点として賑わっていたが、近年は国内航路の廃止や減便が相次ぎ国際貿易港ではあるものの貨物の取り扱い量も年々減少するなど暗い話題が多かった。しかしながら二0十二年には、 中部電力による火力発電所が営業を開始したほか、2014年には国際石油開発定石による LNG 受入れ基地が稼働する予定となっており、地元ではエネルギー港湾としての活路に期待を寄せている。また、かつての拠点性を取り戻すべく様々な取り組みが行われている。2019年には国土交通省の釣り文化振興モデル校に、 指定された佐渡汽船直江津港ターミナル、直江津港周辺の空中写真。関川の茶褐色の水が海に流れ込む様子がわかる。1975年撮影の5枚を合成作成。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成。不当のほとんどがべて、こういう水面埋め立てにより建設されている。 原則として立ち入り禁止であるが、フェンスのないところでは、釣り人の姿を見かけることができる。直江津港の港湾管理者は、新潟県であるが、直江津港利用者には、多くの長野県内関係者が含まれていることから、長野県では、直江津港整備のため、交付金を支出している。2002年の田中康夫知事時代に一旦廃止された、ものの2007年より復活した。 現在は再び廃止されている。ありがとうございます。